ばこんばんは。モーメントあげた。モーメント2個。ブレブレだよね。いい加減にしてほしい。なんであんなブレブレだったんだろう。アメリカ戦見た。本当に惜しかった。惜しかったね。今日こうやってさちやった。イエイ。前髪切ってない。あ、切ったけどちょっと前。いろんな選手がね出てたね今日。ラグビーもちょいちょい変えてみてたよ。ヤッホーン。カイト、ありがとう来てくれて。過去一もいる。うん、よかったね。でも私今日の0時10分から始まる番組、あのスポーツの番組絶対見ないと。選手の方が出るんだからみんなで見ようね。監督さんも出てほしいっていう気持ち。本当に可愛かった。監督さん笑ってた。今日もインタビューちゃんとね最後まで見てたんで。日本語で最高ですって言ってた。可愛い、可愛すぎ。マジ無理。監督推しみたいな。いやそう、趣味、私趣味にスポーツ観戦足そうかなって思った。マジ、うん、推し活やばいよね。マジ好き。もう可愛い、可愛い、可愛いよね。だから選手のなんか選手誰々選手推しとか言うとちょっとほらなんかそういうなんか推しなんだとかそういうあれじゃなくて、推しは全体が好きなの。私あんまり推し面っていう推し面はあんまなくて、なんか全員が好きなんですよ。そうチーム全員が。だから誰々の選手が好きとかっていうよりかは全体がすごい好きで、んで、でも監督はそう別なのよ。監督はなんかこうなんか違うよね。なんか選手と違って。そう、今日のインスタ写真ありがとう、見てくれて。今日インスタあげました。そうそう、なんかもうで監督欲しい。インスタ可愛かった、ありがとう。選べない。その監督の可愛さはあのちょっとなんていうの違うから、種類がみんな、うん、種類が違うんだよ。だからみんな可愛いの。監督見るの趣味だよりさ。そう趣味です。モーメントもインスタコメントしてありがとう。嬉しい、コメントしてくれてありがとう。箱推しだよ、箱推し。そうそう、来年のオリンピック大変そう。死ぬ。大変かも。俺さ頑張って追わないと。女子バレーの監督だけじゃないよ。ラグビーの監督あんまり見てないんだよな。そうそう、ストーリーも見てくれてありがとう。監督見て、監督、監督かわいい。マジでなんとも言えんかわいさ。なんかあの本当にかわいい、マジでかわいい。今の感じも好き。他の国の監督、他の国の監督はちょっとあんま分かんない。日本の監督を見る。か
かわいい。インスタもありがとう、モーメントも恐怖感ある。そう、今日はなんかねオフじゃなかったけど、なんかオフ感ある。今日は薄いからメイクが寒い。本当によくわからない、突然寒くて。まだ仕事してます。マジ？もう11時になっちゃうよ。寒い寒いよ。今日雨降ってきた、走った。だから前髪薄めもいい。パーカー着てても寒かった。寒いよね本当に。監督のお顔知らない、知らないかも。オムライスと唐揚げ食べました。見た写真送ってくれて、美味しそうだったマジで。食べたい、リサもってなった。風にね気をつける。風に負けない。映画2回目見て、ありがとう、いっぱい見てくれて。映画もやっほー、夜の舞台上見たね、めっちゃいいよね。めっちゃよかった。さつまいものぶりと美味しい、美味しかった、食べた。いいよ、風邪ひきそうかね。わかる、わかる、ほんと困っちゃうよ本当に。駅も、いいね、なんかあったかいのいいよね。もうマジ寒いから最近。今年さつまいも多い、なんかなんだろう、なんか今年なんかそういう秋の食事、食事秋の食べ物が多い、なんかそんな気がします。周年まであと2週間、やば、マジか、嘘、もうそんなないんだ、困っちゃった、やばーい。あとじゃあ何日、やばいよ、時の流れ。大丈夫そう。ありがとう愛ちゃん、いっぱい悩んでくれて。10日？あらあらやばいそっかそっか、10日か。まあでももう来ちゃうものは来ちゃうから、ね。でもちょっと考えなきゃいけないことをまだ後回しにしてて、ちょっとやばい、本当に本当に考えないといけないのに後回しにしちゃってるから、それが思わないといけないけど、うんやばい、でまだ時間あるとか思っちゃってるんだよ。ダメだよね、そんな思っちゃ、まだ時間あると思ってやっちゃうし、なんかリハは結構もうだいぶ終わってきて、ちょっと開くんだよ、なんかリハがちょっと開くんだよ謎に。やばいの、その期間に忘れないようにしないといけないから。そうそうそうなんよ。まあリハはそのそうあるけど、直前もちゃんとあるけど、ダンスその間に、そうなの、考えなきゃいけないかけど、ほんとそう、やばい、まだ大丈夫とか思っちゃってる。髪はそうね、染めるつもりよ。またって感じやけどねまだ全然なのに
焦ってないね。いや焦ってるよ。でもなんかリハが結構早めに始まって、その割となんていうの、覚える期間がすごい長くって、だけどそのやっぱ毎日やってないとやっぱ忘れちゃうじゃん。だからちょっとちゃんと定期的に自分の家でも確認しないとやばい。そうかゆい、うん、そういう感じ。そうそうそう、でも残り1週間とかなると焦る。それはちょっと焦っちゃうかもね。オレンジ、うん、今日なんかさっきまでチーク塗ってなかったけど、あまりにも血色がなくてやめた、うん、前髪切った。いいよ、うん、雰囲気違っていい？様子は。もともとね今日チーク塗ってなかったん一個も。だけどなんかさすがにこの配信のねあれで見たらね、ちょっと血色ないねってなって、そうちょっとあまりにもないから足したんです。薄いマジで。あのアイラインとかもなく、アイシャドウはなんかちょっとだけ塗ったけどなんかないみたいなもんないみたいなもんないみたいなもんだからね。前髪薄いのが好き。嘘、でもライブじゃないから今日は薄い、うん、そうだよねみたいなもんだよ。アイシャドウほらないみたいなもんじゃないかな。ある、若干。なんか休みの日、あ休みじゃないけどなかったけど別に今日は。でもなんか今日は別にこう撮られるとかなかったんだよ。そういう時になんかナチュラルメイクをしてみようとか思っちゃうわけよ。なんか挑戦してみたくて。でもナチュラルメイクが分かんないんだよ。なんかずっといつもバチバチにやっちゃうから、なんかそうだから、なんかまあベースは今日別にあのなんていうの、まあ、マスクでいたんだけど目元が一番結構濃く見えるじゃん、なんだって。だからなんかアイメイクを薄めにやってみようと思ってなんかやってたんだよ。なんかでも調べてなんかわかんないからナチュラルメイクって、でもなんかわかんなくて、結果わかんないまま、なんかわかんないままでしたそうね、何がナチュラルかわかんないよね。でもどうなんだろう、今日はナチュラル目なのかな。てか今日なんか眼鏡違うんだよ、なんか目のなんか色がなんてやつだっけ、なんかそういつもと違う。ナチュラルに見える、わかんないよね。ナチュでもアイラインないからナチュラルなんじゃない、やっぱマスカラも塗ってないし今日。どうナチュラル、ナチュラル人に、確かに、まあ確かに人によるね。ナチュラルと薄いって一緒なのかな、ナチュラルの基準分からん。うん、インスタの写真の美女良すぎた、嬉しい、ありがとう見てくれて。眠そうな目にも見える、眠そうではない。そう毎回言われるけど、なんかだいぶい配信でなんか本当に眠い時も言われるけど、なんか別に眠くない時も2回ぐらい言われるかも。眠そうって何なんだろう。
ナチュラル。あーね、話し方ね、声。声。あースピード。 Y さんだ、落ち着いた感じだから。そういうこと。話し方好き、嬉しい、ありがとう。タッカ、ハト、ありがとう。落ち着く声してます、カナピ、嬉しい、ありがとう。話し方癒される。またむく、眠くないよ。ダメだよ寝ちゃ、だって今日はほら0時10分から見るのがあるから。頑張って、眠くなってとしても起きる。スポーツに座るの1時半。1時半はいけるよ、いけるいける。3時とかなるとちょっときび早い、ちょっと早いじゃない、ちょっと遅すぎてきび。明日雨だし、今めっちゃ寒いよ、マジ。お風呂でも今日朝お風呂入ったんだ、だから最悪もし入れなくても大丈夫とか思っちゃうよね。ダメだよそんな。でも今日入ったからサラサラなんですよ、めっちゃ。でも顔は一応ナチュラルメイクでも落とさないとね、やっぱそこまでしてみたいよ絶対。私今楽しみそれだよ、今もうあのバレエ終わっちゃったからさ。でもなんかバレエ終わってなんか切ないな。でも今日さ、こういつものメンバーじゃなかったじゃん、こうなんていうの、昨日まで戦って、そう違ったじゃん、スタメンが違くて。でもさ、そのアメリカって強豪じゃん、とっても。やのにさ、なんかそのスタメン、今までスタメンじゃなかったメンバーがこう来てさ、こう総入れ替えしててもあんな強いのが本当にすごい、すごい日本って思った。そう、すごいと思ったよ、アメリカすごかったね。アメリカすごいけどね、もう日本もすごかったよ。うん、カイ君、あ、すごかったよね。二十歳なんだ、若若い、若いよ、若い、若すぎてちょっとしんどい、無理、二十歳やばい。全体的に、うん、すごい。そう、ラリーがすごかったよね。サービス、わかる。わかる、わかる。年齢感じる。そう、わかる。やばいんだが。しんどいんだけど。でもなんか、わかんないけど、なんかこう、見ててさ、その、二十歳とかさ、22歳とかの子がさ、こう、みなさん喜んでたりするの、かわいいとか思っちゃうよね。なんかもう年死んだ年なんかな、なんかかわいいとか思っちゃうんだよね普通に、なんか謎に。年しんど、え、わかる。なんか今まではそんな思わなかったの、別に多分今までは普通に、え、どう思ってたの、なんか本当に普通に思ってた。でも、え、わかる？え、なんか年？え、なんか本当に昨日とか泣いてたじゃんみんなが。でもこっちもなんか泣いて、なんかもうその涙になんかもうなんか誰みたいな、なんか自分なんか頑張ったねみたいな。なんかあんま泣かないんだけど、おりさん。マジで昨日のなんか5試合みたいな、なんかもう最後なんかもう信じられない、なんかそうだんだんそんな気持ちになるの、え、やっぱりやばい、マジで
なんかもうそう、なんかもう可愛いみたいになっちゃってしんどい、本当に年マジしんどいな。そんな思わなかったのに、なんで思っちゃったんだろう。しかもなんかそのなんか昨日もなんかお母さんと電話してたから、その見てたんだよ、盛り上がってて。そしたらなんかそのたびに可愛いとか言っちゃって、なんかみんななんか自分より年下だから、なんか勝手になんか年下だからやばい。なんかまあ年上でも可愛いとか思っちゃうけど、なんか年下の子が多くって、あまりにもなんかもう可愛いってなるよね。やばいんだけど、なインタビュー泣いた。え、しかもさ、なんかあのほら去年今年なんかあのバレーボールでさ亡くなっちゃった方がいたじゃん、藤井選手かな。なんかそのなんかユニフォームとかさ持ってて、もうなんかもう泣いた、もう泣いた、マジや泣いたわ、マジ泣いたよね本当にもうないねえ、泣いた、もう無理、ああいうの感動しちゃうの本当に。そうで、なんかさ、それでなんか一緒に行こうなみたいな感じだったじゃん一緒に行ってねってなる誰マジなんか本当にやばいよね。そうなんか一緒にパリにもあのユニフォームも連れて行ってあげてっていう気持ちになったし、あのセッターかな、なんか着てたじゃん、またそのユニフォームをって思ったね。いたんよな、ほんとそれな、なんかもうそう、なんか全てが重なって昨日はもう泣いた、マジ、うん泣いた、もう無理、ほんとに言い方おもろい、ほんとにやばい、弱いよね、わかるわかる、ああいうのに弱いよな、わかる、マジわかる。しかもなんかみんなでもなんかさやったぞみたいな感じもう本当によかったって思って、一緒に行ってあげてって思った。うん、集合写真わかる、なんかいつまでもなんかこうやってなんかしててほしいって思った、誰って感じだけどわかる、今日のニュース見たらまた泣いちゃう、うん、好き、女子バレーマジお願い本当に。あとあれも良かったよね、あのさ西田選手がさあのなんか奥さんにみたいな奥さんになんか言う言葉良かったくない、なんかマジもうやばいよ普通に。そんなことさ言われたらもうちょっと幸せよねそんなね誰ほんとさっきからさ誰マジでも一緒に行ってほしい、もう一緒にパリに行ってほしい、ほんとに一緒に行ってほしい、一緒に行って、目線がおかしい。でもなんかそんな言われたらなんか恥ずかしいよね、なんか恥ずかしいけどなんか幸せだよねそんなねマジ誰本当にあんなんやばいよね。で可愛い、年下だからもう信じられない、ありえないありえない本当に。あ今日はあやたかだよ、えねわかる、年下なんだよね、信じられない本当にうーんもう一回あの愛してるのやつ聞きたい、もう一回やってほしい、もう一回やってほしいの本当にやばい、年取るにつれて感動して、わかる本当に。えパリで聞きたい、なんなら隣にいてほしい隣にいてさ言ってほしい直接絶対ないけど、やばいな。でも一緒に行ってほしいから
女子バレーめっちゃマジ頑張って応援する。今日の放送でいじられるかな。でもなんかそのいじられてなんか笑ってるその西田選手も可愛いんよ。また照れてるねってなって、なんか誰って感じます。さっきからなんかそういうなんかキュンキュンいいよね。なんかマジ可愛い。年下しんどい。年下なのが本当に信じられない。信じられないよ本当に。でもなんかマジで年下に見えないんだよな。なんかなんでだろう。なんかしんどい。ひき肉です。やってほしいな。やってほしい。そう、うん、でも今日ちょっと西田選手とかさ、あのまあ石川選手はちょっと出たけどさ、西田選手がさ、あの今日は出なかったじゃん。出てほしかった。ちょっと一瞬でもっていうのはあったけど、そう、でも今日はね違うメンバーだったから。あっ足だったの？あ、そうだったんだ。なんか高橋選手もうなんかなんだっけ足なんかなんとか出て言ってた気がする。でも昨日ね頑張ってくれてくださったから、くれて誰って感じ、くださって。私本当にスポーツの中でバレーボールが一番好きかも。あの見るの、うん。でもバスケも好き。バスケ今まであんま詳しくなかったんだけど、今年なんかこうちょっと見出してハマってきてるからバスケも応援する。そうマジで最高最高でした本当に。うん、あそうだそう、高橋健太郎選手のそうがなんかね怪我みたいな、ちょっとマジ最高だった。バレー最高だね。現地の方もすごかった。ファンの方熱量がすごくて、いやーよかった。マジ行きたかったな。アリサも見たかったよな。女子バレーでも見たかったし、もう見たかった。とってもバレー見たいよね。観戦したい。現地行きたかった。リサもなんかあれやりたい、あのこういうやつ。でもあんな完全アウェーでよく海外でね。え確かにわかる。うん、今年のスポーツの大会多かった。結構なんかいろいろあったね。今日もだってバレーとラグビーあったし、海外のチームすごかったね。アメリカの選手見た瞬間は強そうって思っちゃったね。今日見た時は強い。なんかなんていうの、こうパッて見た時のオーラがなんか強い、なんか強くてめっちゃ怖かった。雰囲気わかる。なんか背が高いよな。やっぱ海外の方ってなんであんな背高いんだろう。めっちゃ背高い。すごい。でも今日のなんかあれのフェイントが多くて、アメリカのびっくり。それも技術なんだと思ってこう見てて、なんかピッてやろうとしてるハッってやつとか、2回で返すかと思いきや1人でファーみたいな、えっってなんかやってんね。うーん、サーブすごい。タトゥーわかる。タトゥーすごかったよね。いやーでもなんかさ、日本のなんか強いな、すごいなって思ったとこ、あのマジでさ、どんなサーブが来てもさ全部取るじゃん。
それめっちゃすごいと思う。日本すごい、そう思った。どんなになんか強いサーブが来ても絶対取るっていう、で諦めてないところがマジすごい。そうしっかり拾う、そう本当によかった。絶対にオリンピック楽しみ。わかる、足わかる、もう何でもいいんだよね。もう地面につかなければ何だっていいっていうさ、もう、もう足でも何でも足でも何でも、もう地面につかない。すごかった、まさか取るんかって思っちゃったけど、うんえ、サッカー始まる？サッカーもテレビでやるんかな？嘘、熱く語って、嘘マジでね、スポーツ最高だよ、楽しい、見るの大好き。バレー苦手、うん、サッカー昨日決勝で負け、あ、そうなんだ。来週代表の試合があるの？そうなんや。サッカー、サッカーね、あんま詳しくないやんな。リオちゃんこんばんは。強化試合、サッカーかはね、イケメン多い、何サッカー、モリポする、え、監督さん、やっぱ監督さん可愛いよな、やっぱ何回も言う、監督さん見ちゃう。スポーツ選手イケメン多いの、アジアカップは来年なの。忘れないようにしなきゃ。川島さんもいないの？監督推し、そう。監督最高。長友、あー嘘、え、もうさ、ま、いやサッカーもさ、なんかもう分かんないよな、もうみんな長友選手とか分かるけど、でもそのなんていうの、世代交代みたいなしてたらマジで分かんないんだよね。あのさ、一人なんか知ってる方いるんだけど名前が分かんない。あ、そう、久保選手は知ってるんよな、なんか、でもあとはもう分かんないんだよ。でも名前聞けば分かるかな、名前聞けばというか顔見たら分かったりするんかな。若いよね、分かる、なんか可愛いとかなっちゃうから、若いと、若すぎたらもうなんかね、あー知ってる、三笘選手、あ、知ってるわ、知ってる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 、え、そのさ、三笘選手となんかもう一人いらっしゃいますよね、あのなんかなんか、うーん、分かんない、あ、田中選手、あ、堂安選手、そうそう思い出した、うん、そのね、3、4人は知ってるかも。でもあとは名前見た、名前じゃないや、顔見たらわかるかも、顔見たらあーねってなるかも。サッカーは、あ、前あったよね、あのさ、前なんかの試合で見てた、あれなんだったんだろう、見てたの、なんだっけ、
なんか盛り上がってたやつ。あれ？あれはでも結構いたよね。まだ全然。あ、ワールドカップか。ワールドカップだ。そうそう。それを見てたんだ。見てた。え、田中選手とかさ、三笘選手とかって年下なの？私の。え、ちょっと待って、マジか。いたよね。そうだよ、川島さん、いたんだよ。いたんだよな。もういないのかな、悲しい。とっても。え、嘘。あ、マジ？なんかちょっと謎に安心感。マジ？あ、年上？うん、なんかなんでかわかんない安心感。年上？あ、26歳。でもまあ同じか2個上とか1個上とか。サッカーは全体的にまだ年上が多いのかな。いや、そうでもないよな。気づいたらなんか年下とかね。同い年から少し上、今勝ち上がり、そんぐらいか、同世代。バレーボールがじゃ若いのかな。そういうわけでもない。同い年ぐらいが多いか。バスケまあまあ年上もいる。あー、でも確かに思った、バスケは割と上いたかも。バレーボールが若いのか。マジ？若いよ、バレーボール。マジ無理。みんな若くて、かしんどみ。すごい、マジね。マジ良かったよな。でも本当にオリンピック応援します、マジで。頑張れ日本って感じ。誰って感じます、さっきから。マジさっきから誰。これからどんどん年下がね、やばい、マジもうやばいよ。全員年下になったらもうなんかやばいかも。なんか急にお母さんみたいになるかもしれない、急に。もう今もなんかそう、バレエとかなんか年齢そんな思った、20歳とかやばくね？普通に。普通にやばい。20歳やばい。しかも年下なのにさ、こう結婚とかして、もうビビる、マジ。マジか。マジかって感じ。みんな可愛いってなるよ。レグレス、クマ、ありがとう。I love you。信じられないよ、マジで。私の周りとか結婚してたりすんのかな。なんか同級生あんまさ、インスタとかあんま、あんま見つけられてなくて、しまいには鍵とかつけられてるかもしれない。見れないんだけどさ、結婚してんかな、みんな。あんま分かんないんだけど。でも鍵つけられててもさ、リサ鍵をさ解除できないからさ、フォローできないから、普通に見てるんだけど見れない。同級生の鍵は、鍵つけられてる。周りの子プロポーズされた、マジか。マジ？みんなそんな感じなの？なんなの、みんなプロポーズされてんの？
やばいやん。鍵アカフォローはね、でもきび、私のね、このあれ、自分のアカウントはね、ちょっとできないんだよね。周りの結婚増え、マジか。インスタみんなか、ね、なんでさ、みんな鍵かけんの、インスタ。なんで？いいじゃん、見たってって思うんだけど。なんで？どうして？みのりちゃん久しぶりに。ありがとう。なんで？え、なんで？いいじゃん、見せてよ。はずいのかな？誰？はずいから？はずいからなの？インスタメンションしたら見るよ。まあそっか、全世界、まあそっか、そっかそっか、まあそっか、白初見さん、はじめまして、はじめまして、そういうことね。そっか、見たい。でもたまに見つけ出すときある、頑張って。まあ鍵かかってるけど。たくま結婚してよろしく。これからメンションして見るから。何？酔ってないって。飲んでません、何も。お茶しか。え、なんかまず自分の友達に行って、そっからなんかさ、関連で行く。あとはなんていうの、あ、でも関連で行ける、行くこと多いかも。見つけ出すの怖い。見つけ出すけど、でも結果鍵かかってるから見れないっていう。辛くない？頑張ったのに、あーってなる。うん、見つけ出せないよって。うん、しんどいよ、ショック。報告、うん、本当に見れない、見つけ出せない。うん、気になる。だって情報がないもん。なんか LINE 持ってる子もいるけど、なんかわかんないやん。嘘、気になんない。自分がさ、気になるからダメだよね。気になりすぎちゃう。あ、この子どうしてんだろうとか、なんかこの子何してんだろうとか、なんか気になるからさ、ダメだよね。気になっちゃう、すぐ。うん、そう。鍵外れるのは分かんない。そんなね、毎日毎日見てるわけじゃない。なんか暇になった時にとか、ふとした時に、あ、この子何してんだろうみたいな感じで見たくなるんだよね。けど見れない。え、みんな結婚してたら、え、マジかってなる。マジかってなるかも。そう、インスタが一番わかると思う。なんかツイッターとかやってるかわかんないんだよね。そう、マジかってなる。マジかってなりますよね。てか普通にやばって。うん、山々愛してます。
みなちゃん、やっほー。子供がアイコンはやばいかも、普通に。マジ、それこそマジかってなる。え、いないと思う、リサの周り。多分いなそう。なんなら、なんかわかんない、なんか結婚してないかもね、みんな。思ったより、なんか思ったより自分の周りわかんない、自分がほら鍵かかって見えてないだけかもしれないけど鍵つけられてて見て知らないだけかもしれないけど、子供やばい、マジか。結構いるの。そうなんだ、インスタありがとう。マジ、そうなんだ。子供いたら衝撃激しい、衝撃激しい。え、マジってなる。マジどころじゃない、なんかえガチってなる。どっちも一緒だけど、うん、衝撃が激しいよ、ありえん。待って、リサと同い年だけど来月、え、マジか。え、幸せに、みのりちゃん入籍すんの。え、ほんとそれは幸せに、たくさん守ってもらって、ガチ案件だよ。友達のこと言って自分の、え、びっくりする。え、なんかマジで気になるのがさ、なんか小学校の頃共学だったんだけど、なんかその時のなんか男の子とか結婚してるかめっちゃ気になる。それめっちゃ気になるんよ。もうずっと会ってないんだけど、ひさも小学校以来会ってないんだけど、だから連絡先も何も知らないんだけどどうにか知りたい、本当に。守ってもらってない、絶対に。何があっても気になる、気になるよ。え、だって小学校の頃にいっぱい、なんか本当に私のことを例えばバカにしてきた人とか、どんな相手となんかどんな相手とつながったんだろう結ばれたのか、めっちゃ気になるんよ。なんかえ、だってめっちゃ気になる。だっていや、なんかなんかどうなってんだろうと思って、普通に。なんか普通に優しかった人はいいんだけど、なんか自分のことをそのバカにしてた人、小学校の頃当時た人は今、え、今どうしよう、めっちゃなんか真摯になってて、なんかもうね、いやマジで覚えてはまないかも。あ、アルバム見たら思い出すかもしれないけど、え、超スマートな人になっててマジでってなる。え、ちょっと言いたい、そしたらあのえ、それね、さすがに、え、そう、マジさすがにシーシーになってたな、ちょっとマジで言いたい、会って言いたい、あの小学校の頃に覚えてる言いたい、そう、小学校の頃に私にボール当てたの覚えてる言いたいな。忘れてたらどうしよう、忘れてたら、あー、そっか絶対覚えてないか、気まじか。うーん、気になる。でもなんか、いや絶対に小学生のままじゃないと思うんだよ、それは間違いなく。何年も経ってるんだし、なんならだって社会人にいてさ、なってさ、なってるじゃん、もうなっててさ、なんか
それなりの地位を確立してるかもしれないじゃん。だけどなんか気になるくない？普通になんかその人どうなったんやろうみたいな、めっちゃ気になる。当てられた方覚えてるよ、ドッジボールとかで出てきたじゃん。え、そうだっけとか言ったら、え、覚えてないのとか言う。当ててきたよあの時。でもマジでね、連絡先の方法がないんだよね。でもなんか一人人気のね子がいたんよ、小学校の頃にね。で人気な子がいてね、男の子でね、人気な子がいたんよ。で私が小学校の頃になんか3、4年かなんかの時に引っ越しをしたのね。で引っ越したタイミングでなんかその子も引っ越してきたの、一緒のタイミングで。でなんか自己紹介とかいろいろしたりとかして、いろいろしてなんかその一緒に今引っ越して、ちょうどタイミングがでそうだったんだけど、なんかその子がねなんか本当にあのなんか人気だったマジで。でもなんか人気な理由も分かって、なんか本当に小学校のその典型的なさ、なんていうの、スポーツもできるしみたいな、スポーツもできて、あ、頭も良かったかな、足速かったんよ。で顔もそれなりねみたいな、だからみんな絶対にその子のことを見てたんだろうなみたいなって感じだったんね。だから別に自分は何とも思ってなかったけど、なんかとりあえずなんかそういう感じだったんだよ。顔もそれなり、いや顔は良かったと思うけど、そうそう、その子の行方を知りたい、今何してんだろうと思って。でも多分頭も良かったと思うし、その小学校の頃だよ、そっからよっぽどのことがない限りすっごいよっぽどのことがない限りなんか、だっていい感じにいってると思うんだけど、将来の的には。だけどわからない、もう何も何にもわからない、酔っ払ってない なんかわかんないんだよね。ググッ、ググって、名前はなんか若干覚えてるの、でも下の名前が思い出せない名前が思い出せなくて、でもアルバムとか見たら載ってるんだよね。今日めっちゃ酔っ払ってるって言われる。なんで？どうして？上の名前は名字は覚えてんだよね、下の名前が思い出せなくて、なんて名前だっけでもうん、若干も覚えてないよな。名字は全然普通、ありがち、田中みたいな感じ、多い名前だった気がするうん、聞く友達がいないんだよ小学校だからさ。私小学校の頃の人とマジ何も知らなくって、マジで分かんないんだよ、マジ気になる、何やってんだろうな。しかもなんか同姓同名多そうな名前だったんだよね、普通に。興味はめっちゃある、何やってんだろうっていう、うん。友達インスタ
すごい。マジか。小学校難しい。でも普通になんか小学校の子と会いたいんだよな。ずっと会ってないから。会ってないし、なんかでも連絡の方法がわからないっていう問題が出てる。どうしたらあれなんだろうな。小学校むずいな。小学校の小学校はね、どうするかないとかね、ないんだよね。いや福岡、いやそうなんだよな。多分福岡にいる、いないかもね。なんなら東京にいたりするんじゃん。全然わからないね、本当にね、絶対、福岡いない気もするな。気になる、マジで何やってるんだろう超気になる。みよくま、ありがとう、 I love you。 小学校はね、2クラスしかなかった。いいよ。福岡は関西、でもね、大学はね関西に行った子多かったよ。関西の大学が多かったな。見つけれないんだよな。意地でも見つけてみたいよね、小学校のお友達。2クラスは少ない、少ない方だと思う。一クラスね、いや一クラス普通に30何人とかだった気がする。30そんぐらいだと思う。36ぐらい。近くにいる。マジか。探偵力大事。私もいない。5クラスやば、めっちゃ多いね。広島の山ちゃん愛してます。2クラス、なんかそう、中学校はね、自分の学校は少なかったけど、普通に公立の中学校はねめっちゃ多くって、でめっちゃクラスあったっぽい。いや行ってないんだけど、なんか多いっていう噂だった。なんか何校か集まるじゃんか、中学校になった瞬間急に。なんか自分たちの学校のプラスなんか他の小学校の子たちもなんか集まって、なんか3校ぐらいの学校が集まってきたから、なんか突然なんかめっちゃ多くなるみたいな。人が急に人口密度高いみたいな感じ。そう、急にね。中学校は3クラスしかなかった。あ、本当に。ミオ結婚してよろしく。高校多かったな。あ、多くないや。中学校が多かったっぽいよ。でもマジで気になるよな。なんか気になる、なんかさ、ダメだよね。なんか気になりすぎる人、まあ、気になりすぎだよね私って。マジ気になりなんで、気になりすぎちゃってしょうがないタイムカプセルやったっけな。ワンチャンタイムやったより、あ、ピカピよろしくね。
楽しみ。もうちょっとだよ対面。知りたがる。いつか会えないよ。会える？会えないよな。あんまりかからなくなった人がいない。気になる。マジ気になる。ずっと気になるよね。会えたらやばいよ。でも会えないよな。そんなもびっくりだよ。急に会ったら驚く。ゆまゆまくま、ありがとう。 I love you。 だって道端で会ってもそうだよ。だって人がみんな成長してるからさ、顔とかも変わってそうじゃない、みんな。って成人式行ったけど、なんか行ったけどあんま話してない。あ、中高のは行った。卒業してから小中の同級生。マジ？やっぱさ、あんまないんや。どっかみんな行ってんやな。東京とかやっぱみんな行っちゃったんか。関西とか大体関西とさ東京来るくね、みんな来るくね。東京で地元の初恋相手と偶然会って結婚して、やばっ。マジ？みんな幸せなんか。見る、結婚して偉いしく。中高女子校だよ。女子校だよ本当に。俺の周りみんな地元。なんかじゃ地元愛してんやん、やっぱ地元ラブって感じ。ね、東京行っても福岡の人に会うことない。でも分かる、ないよね。だからこそなんか会った時びっくりしちゃう。本当に福岡？私も福岡の一生ですみたいになる。あんまいないから。いいね、小学校の友達たちも。いいやん。女子校ね、怖いイメージ言われるけど、言ってたよ全然。アイドル福岡出身多い。多いかな、多い。あんま意識したことないけど、でもイコラブにいない私しか。でも広島アンナがいるから、なんか謎になんか嬉しい。そう、美人が多いって言われるけど、そうっていう、なんか言われるけどマジで分かんない、ずっと分かんないまま生きてる。なんかそう、言われること多いよ。福岡はなんか美人な方多いですよねみたいな。でも私福岡にいて、今までずっとイコラムに入る前までずっといて、あんま思わんたことなくて。でもなんか東京来るやん。でもでも東京もめっちゃ美人な人多くないみたいな、普通に。だから分かんない。だけどよく言われますって言うしかない。あの九州福岡とかはなんか美人な方多いですよねとか、確かによく福岡は美人の方多いって言われることが多いですって言う、いつも。そういう時わかる。方言ね、むずい。言われ
なんか言ってって言われるとむずい。なんかとっさにやっぱ出るもんやんって。うん、普段の方がいいね。なんかキメキメでいくと作ってる感やばい、方言。うん、サマチョコちゃん可愛い人多いんかね。うーん、でもマジわかんないね。なんか道歩いててもわからん。ゴマ結婚してよろしく。水筒よはね言わないん、本当は。ストルト、あー、ストルトは言うかも。ストルトは言うね。わ、そうなの。自然に言わないとなんかそうそう言わされてる感やばい。やけんはね多いよ。やけんばっか言う、ずーっと接続詞そう、やけんは接続詞だから。来月福岡行くのね。楽しんできてね。それはシェカラシカはね言わない。うるさいっていう意味、シェカラシカでも言いません。やけんは言う、シトウトとかは言う。そう、そう接続詞やけん、そうっていうっていうなんかちょっと日本語おかしくなっちゃった。そうそうね、年齢高めの方が言ったりとかはあるかも。うん、やけん、やろうかめっちゃ言うんよね。やろうかやばい、そう、やろうかやばいよ、言いすぎる。なんやろうか、なんやろうは普通、なんやろうは普通なの。なんやろうかってついたら方言なの。超いまいち。あ、なんだろうか普通は。そっか、じゃあなんやろうも違うってこと。あ、そうなんや、あ、そうなんやわわかんない。なんやろうは言うんか、あー言うんか、うーん、なんやろう、やろう、そうなんやとかも。どこまでが方言かわからん。わかる、何がどこが方言なんやろかとか言うね。そうなんや、言わない。いつもよしはありがとう、どうもわからんよな、なんやろか。好き、あ、ちゃんね言う、ちゃんねは言うよ。これめっちゃ好きっちゃんねとか、とかなんやろってまた言っちゃう。うん、今来ました、こんばんは。すぐ言う、好きっちゃんねめっちゃ言う。リサめっちゃ好きっちゃんねとか、うん、そうだよ。そう、チャンネっていう、知っとうととか言う、言っとったやんとかめっちゃ言う。マジでその親との会話とかね、とかまあ LINE とかでもそうやけど、こうって言っとったやんとか言う、とか覚えとらんととか、言っとったやん多いね。
言ってたじゃんってことね。そう、うん、とっとうと、死闘とも言う、死闘やんとか、やるって言っとったやんとか、そう、しとってって言っとったやんとかも言うよ。しとってって言っとったのになんでしとらんと、とか言います。うん、バイは言いません。タイ言うよ、言っとったいとか言う、怒ったら、怒ったら言うよ、こうって言っとったいとか。タイたまに言う、とが多い。でも、何しようととか、マジ何しようとは言うよめっちゃ。はい、じゃあ一回お話し会でお願いしたら言うよ。じゃあ一旦ランキングタイム。13位コタ、12位ヒロミン、11位お塩、10位広島の山ちゃん、9位レグルス、8位ミオ、7位レモン、6位新一、5位ザンマイちゃん、4位メグニャン、3位トメゾ、2位ユマユマ、1位がファラでした。ありがとうございました。今日は方言のなんか話に途中になったり、バレーボールの話になったりしました。方言はまた、じゃあ言いますかね、また方言トークもしたいと思います。今日は薄めの私でお送りいたしました。この後は私は0時10分から始まるスポーツの番組を見て、バレーボールの選手の皆さんを見たいと思います。みんなも見ようね一緒に。また方言トークしようね。みんなもゆっくり休んで。明日は寒いらしいよ。風邪ひかないでみんな。リサも風邪ひかないように頑張るね。あとはインスタのコメントを見るね。いつも見てくれてありがとう。もうちょっとで終わっちゃう。またね。バイバイ。おやすみ。